バイダーチャンネル、皆さんこんにちは、スパイダーの森部です。今日もですね、引き続き皆さんからの質問にお答えをしていきたいと思います。日頃よりスパイダーチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。森部和樹の新刊、この一冊で全てがわかるグローバルマーケティングの基本が出版されました。ぜひお近くの書店アマゾンでお求めください。番組概要欄のリンクも合わせてご覧ください。今後とも森部和樹とスパイダーチャンネルをよろしくお願いいたします。はい、今日のスライドお願いします。はい、自社だけでの戦略作りに限界を感じているが、コンサル活用も不安ですと、大手消費財メーカーさんからの質問です。すでに多くの国々に進出していますが、十分な成果が得られていません。その要因は戦略の甘さにあると考えています。しかしながら自社のリソースだけでの戦略策定には限界を感じていますと。一方でコンサルにお願いすることにも慣れておらず不安を感じています。どうすべきでしょうかという質問です。結論から先に申し上げると、コンサルは活用すべきだと思います。で、私の立場でこういうことを言うとなんか自分の PR のように聞こえてしまってあれなんですけども、基本的にこのような状況に陥っている中で、外部から新しいそのリソースなりを持ってこないとですね、前に進まないですよね。もう現状自社のリソースだけでは無理だというふうに言っているわけなので、そこにやっぱり外部からその、選択肢は2つしかなくて、戦略策定が担える人材を雇用するのか、それとも一時的にコンサルを入れるのかということになるわけですと。で、じゃあどちらが費用的に安いかというと、圧倒的に後者の方が安いので、私は後者を選択すべきなんじゃないかなと。で、一方でその後者をコンサルって、日本企業の場合ですね、その有形なものにはお金を出せるんだけど、無形なものにはお金を出す徴収感がなくて、そもそもそれに対してイエス・ノーの判断をする上司がかつてコンサルを使ったことないので、そこに対してイエスがなかなかこう言えない状態で現場が困っているということになるわけですよね。でも現場はその現場でこれ以上はあまりにも専門性すぎて自分たちのリソースだけでは無理だと。そもそも調査をして現状可視化する予算も出てこない中でどうやって戦略作るんだみたいな話 で、一方でじゃあ上はですね、その戦略に対する何かその基準であったり指標を示してくれるかというと、そんなことではなくてですね、戦略を作れという話になるわけだと思うんですよね、大概のケースは。で、そんな中で、そういうジレンマの中でこの質問をしてきている方は苦しんでいるということなんだと思うんですよ。で、先進グローバル企業と日本の、なかなかその大手でもグローバルで、マーケットシェアが取れてこない理由というのは、まさにここにあって、結局ビッグピクチャーをバッて描かなきゃいけなくて、そこから逆算してどうやってゴールに最短で到達できるのかっていうことを作るのが戦略であると。で、そうするとその大きなこう絵を描くためにあらゆる情報を収集してそのパズルを組み合わせていかないといけない。で、そのパズルの組み合わせが不得意であるにもかかわらず得意な人をなり、その得意なそのファームなりをこう活用しないっていうのは、ちょっと意味がわからないんだけども、先進的な企業というのは積極的にそれを活用して、で、そのノウハウをですね、自社のものにこうしていくっていう。結局そのコンサルもいろいろあるわけですよね。自分たちのリソースが10で10 の、 そのアウトプットしか今出せないのに100のインプットを入れられても困るわけですよね。で、そうするとそんな大手のコンサルは必要なくて、やっぱり10のアウトプットを出すためには10のアウトプットを出すために合ったコンサルを雇うっていう話なので、規模で言ってもいろいろな選択肢があるし、あとその得意不得意あるわけですよね。うちだったらグローバルマーケティングが専門、それ以外の仕事はやらないし、基本的にはどうやって販売をしていくのか、どうやって売り上げを上げるのか、どうやってシェアを上げるのかということに特化をしているので、その領域、もっと言うと販売チャネルの領域以外の、お仕事というのは
あんまり、うちには相談としては来ないと。基本的にはもうどうやって売るんですかっていうところ、どうやって売り上げ上げるんですか、シェア上げるんですかっていう相談しか来ないわけなので、それがまあ我々の専門なわけですよね。で、いろんな専門があるわけですよね。その労務に強い、人事に強い、会計に強い、生産に強い。なのでそれをしっかり見極めて使っていくということがまあ重要ですと。で、人はですね、これ戦略作りができる人を雇った時の、人はすぐ切れませんから、障害コストとかを考えた時に、そのコンサルに単年度で払う費用なんて本当微々たるもので、それである程度ノウハウが手に入るんであれば、それは積極的に使っていくっていうことの方がメリットは高いんじゃないかなというふうに思うんですけどもね。使わないっていう方針だと使わなくてもいいと思うんですけど、そうすると多分前に進まないので、そこはね、やっぱりそういうその文化を社内に取り入れていくしかないですよね。でもこれもやっぱり決裁権者がそういうマインドを持ってないとなかなか難しいので、ご苦労は大変よく理解をするので、頑張ってくださいとしか言いようがないんですが、必要であれば一緒に上司を解きに行きますので、ぜひご連絡をいただければと思います。すいません、なんか宣伝みたいになっちゃいましたけども、使った方がいいですよ。現状より前に、おそらく今のままだと進まないと思うので、うちじゃなくてもいいので、自分たちに合ったところを使うということを一回やってみてください。きっと変われると思います。それでは、皆さん、また次回お会いいたしましょう。